はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはエクストルーパーズ。カプコンが2012年11月22日に発売したタイトルで、定価は税込み5980円。パッケージの表面を見るとね、一応こう手前側のオレンジのジャンパーを着てるのが主人公かな。これが、まあ、なんか銃を持って構えてて、で、まあ、奥側にいるのがね、敵なのはわかるんですけど、一応こう、ロゴでちょっと見にくいんだけども、一応主人公より奥側には、左側に女性キャラクター、右側には、性別男かな、ちょっと小柄なのかなというキャラクターがいます。まあ、ゲームプレイしたことあるから知ってんだけど、名前思い出せないんでこの程度にしときます。はい。ということでね、まあ、エクストルーパーズのロゴの、すぐね、上ぐらいにこう顔、という体が見えますよね、二人ね。で、まあ、だからこれ一応こう、なんか敵が動いて、背景的にね、ちょっと線が入ってるところを見ると、こう、漫画的にね、こう、キャラクター、あとこの、オレンジのジャンパーのあたりにキラーっと光ってるのが、まあ、ちょっと雪の光景とかなんかこう、水滴なのかなとかね、そういうようなイメージ。で、躍動感があるような、こう、構図になってるかな。まあ、これはもしかしたら立体視意識してるのかもしれないけど、これ、確かプレステ3とマルチなんでね、プレステ3のパッケージがどうなってるかちょっと気になるところです。はい。で、カプコンさんのね、パッケージ表面というと、こう、独自のね、ジャンルが書いてあるんですけども、漫画チック爽快アクションってあります。で、これが、まあ、漫画っぽいって言い方をしたのはそういうことなんですけど、で、右下にはね、カプコンロゴがあり、で、左下には、あ、エクストルーパーズのロゴのね、左下の部分に、カタカナで普通にエクストルーパーズというタイトルの表記がね、入ってますね。で、セロ B12 歳以上対象です。で、側面を見ると、パッケージ表面のオレンジ服着た絵、ピンク髪のね、男の人がね、正面向いてる、だから違う絵素材の、がアイコン化されています。で、エクストルーパーズって縦書きですね。で、カプコンのロゴがあって、セロ B12 歳以上対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、銀ギラ一番星を俺は目指すって、まあ、決め台詞ですね。まあ、ワンピースのルフィ的なのなんかこう決め台詞を一個こう核にして、で、漫画チック爽快アクションを成立させようと、まあそういうことなのかな。ということでね、その、セリフになってるから、ちゃんとね、右側にはこう、主要キャラクターなのかなが勢揃いしてる絵柄になってる。その、右側にいる赤い服と、その、緑で金髪の子が、パッケージ表面でもいた人たちですね。はい。で、スクリーンショット3枚あって、左側が、ジンギラ爽快アクション。で、その下が、個性的な仲間と学園生活を満喫。で、右側が漫画が動く。新感覚漫画デモということでね、まあ、だからデモシーン。演出シーンがちょっと漫画の小回り的なのと、こう動画的なもの、アニメーション的なものがこう組み合わせてね、そういう風になってるぞというのがまあポイントになった。この3つがね、セールスポイントなわけですね。はい。で、ジャンルは漫画チック爽快アクション。プレイ人数は1人用。セーブデータ数は2。3D 映像の表示はありとなっていて、通信仕様はローカルプレイ対応が、対戦協力プレイ2から6人、いつの間に通信対応は配信コンテンツ受け取りで、拡張スライドパック対応になっ、拡張スライドパッド対応となっています。で、ジャスラックのね、証紙もこれ印刷されてますね。で、コードが CATRPALTJJPN と TSACTRALTJJPN のコードが振られています。で、パッケージを開けると、中には操作説明シート、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、カプコンソフトインターネットアンケートのお知らせの紙が入っていて、パッケージの中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートの表紙を見ると、パッケージのね、裏面で使われてるね、キャラクターかな、このピンク髪オレンジジャンパーのね、こう、パッケージ裏面だとね、5人勢揃いみたいな絵柄になってたんですけど、ここは、主人公1人っていうね、使われ方。
で、この左側に電子説明書のね、こう、一応ね、目次なのかな、まあ、電子説明書、コンテンツって書いてあって、いや、電子説明書コンテンツって、電子説明書にこういうのが書かれてるというのが紙に書かれてるというね。まあ、だからまあ、この開いてもその説明は出てこないけど、だから電子説明書見ろよという、他のだとね、電子説明書の誘導っぽい文章が載ってるんですけど、まあ、それに準ずるものを、カプコンさんはオリジナルでこういう表記にしたんでしょうね。で、あと、より詳しい操作方法や遊び方については、エクストルーパーズ公式サイト内のウェブマニュアルをご確認くださいということでね。まあそこにたどり着くわけですね、最終的に。で、漫画チック爽快アクションの表示、ロゴもここに書いてありますね。で、コードが MAACTRALTJJPN です。で、開くと、ベース基本操作っていうのが左側。で、右側がミッション基本操作ってことで、真ん中には、まあ、3DS のね、ボタンの名称の説明みたいなやつがありますね。で、左下に、あれです、主人公たち3人のね、ミニキャラ、チビキャラが、あ、こういう素材もあるんだと気づかせてくれるね。そんな感じになっています。で、最終ページを見ると、お断りとかね、サポート情報とかね、まあ、メーカーの、まあ、住所とかサイトとかいろいろ書いてあるんですが、ここに、本ソフトの説明書についてって、まあ、普通、他の会社のね、タイトルにもある、規定のね、文章はここにありました。はい。ということで、ゲームカードを見ると、あ、これは操作説明シートでもね、いる、のポーズの顔アップ編って感じですね。ただ、背景がちょっと躍動感の線が入ってるのが、ちょっと、他で使ってない素材なのかな。はい。で、コードが LNACTRALTJJPN ですね。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNACTRALTJJPN のコードが振られていて、ポイント登録有効期限が2014年11月30日まで。で、カプコンソフト、インターネットアンケートのお知らせを見ると、この度はエクストルーパーズをお買い上げいただきありがとうございましたって書いてあってね。でその後にアンケートの、まあ、要は URL とか書かれてるので、まあ、これはもう完全にね、エクストルーパーズ用の紙ということになりますね。で、アンケートの締め切りは2013年1月31日なので、ソフトが発売されてから2ヶ月ちょっとってところですね。はい。まあね、それは、はい。まあ、そのぐらい早く買ってくれた人のアンケートってことですね。まあ、一応ね、アンケートはね、ご協力いただいた方には、抽選でカプコンオリジナルクオカードを差し上げますとあって、まあ、抽選なのでね、まあ、誰がもらえたことやらって感じですね。何人もらえたことやらって感じですね。で、コードが SCACTRALTJJPN となっています。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。